直巻清流子電動機、直巻清流子電動機、直巻清流子電動機、あるいは貯、県清流子電動機とは、電気止巻線と、境地巻線とが、直列に接続されている、電磁石解磁形清流子電動機である。同じ構造で、交流直流量用の交流清流子電動機がある。外部の固定された境地コイル、固定子が、内部の回転する。 電気子、回転子と直列に接続されている直流電動機である。指導トルクが大きく取れることと、主回路に組み込まれた抵抗を変えることにより、広範囲な回転速度に適応し、電気鉄道の用途に適していることから古くより、継続して使用されている。出力特性は電気子電流と、堺地電流とが同じであるため、 磁気回路が飽和するまで、時速密度が頭打ちになるまで電気子電流の事情に比例したトルクを発生する。回転数の上昇に伴い逆気電力が発生して電流が減少し、境地も弱くなるためトルクが減少し、トルクが回転速度の事情に反比例する、かつ電気子電流に反比例する形で回転数が増していく。 このため広範囲な回転速度範囲をカバーする特性、直巻特性となり、電気鉄道において徴用された。しかしこの特性の裏返しとして、無負荷運転の場合、危険な速度、無高速速度まで回転数が上昇し、過大遠心力による電動機そのものの破壊に至るため、常に何らかの負荷をつけることが必要である。ただし、分巻電動機を制御して、 改正制度を含めシームレスに制御する方式もある。許容電流内に抑えて起動させるために、電動機の発電電圧と電源電圧との差を抵抗機に負担させる起動法を抵抗制御という。抵抗値の基準は、電源電圧から電動機の発電電圧を引いた値、イコール閉回路電圧を許容電流で割った値を全抵抗とする。 すなわちその抵抗値から電気指定抗等を引いた値が軌道抵抗となり加速と共に第二ゼロになる。軌道時の電動機の軸出力は速度トルク、開示の磁気飽和によりほぼ電流比例に比例する。抵抗器負担分はすべて熱損失となる。抵抗制御での抵抗損を減らすため、複数の電動機を直列にして軌道し、軌道抵抗がゼロになると並列につなぎ替えて、 抵抗軌道を全面圧まで続ける方式を自家並列制御と呼ぶ。直列並列切り替え時に抵抗機と電動機がブリッジ回路を構成して遮断電流をゼロにする切り替え方式をブリッジ渡り、柱区渡りと呼ぶ。当初、切り替え時の衝撃を和らげるために電車で多用されたが間もなく機関車でも回路切り替え時の主電動機の負担を低減する。 目的で搭載するのが一般的になった。電動機の端子電圧を変化させて速度制御を行う軌道法。インカ電圧を自由に取れる交流電車、機関車で用いられる。直列抵抗ゼロ以降の増速に境地時,時速、0時電流を減らして電気子の回転数を上げる制御を弱回時制御もしくは弱め回時制御と呼ぶ。 電動機の発電電圧は境地による時速と回転数に比例するので電圧、電流一定のまま回転数を上げるには時速を速度に反比例で減じればよい。直巻電動機の抵抗制御では直巻回時巻線に流れる電気子・巻線電流を抵抗に分流させて時速を小さくして高速回転を得る。なお境地分流抵抗の代わりに外部電源を頂上して 零時電流を制御する方が境、い、転点化零時制御である。制御の詳細は、該当項目を参照のこと。弱回時制御領域は電流を限界値一定に制御するので、低電力イコール低出力領域、トルクが速度に反比例領域である。特性図で見る限り、弱回時制御の最小時速は、起動時の67%前後が多いが、鉄道での 弱回時率は0時電流比で定義されていて50%から33%程度とされている。この値の違いは境時の磁気飽和により電流を増やしても磁束が増えなくなるためである。また電気市販作用による整流の悪化の問題があるため弱回時には限度がある。インカ電圧を自由に選べる交流専用電車の場合には弱回時制御を用いず、 供給電圧だけで制御する、工実交流電化区間専用車での直巻電動機制御の交差照。結局、弱回自制御は直流一定電圧給電で高速回転を得る技術である。電気子直波制御は、大電力半導体、主にサイリスタで直波回路を構成して、電動機の回転数に見合った電圧を供給して、起動する方式。直波で段の瞬間は、 通電時にコイル、平滑リアクトルに蓄積したエネルギーを電動機に供給するので軌道抵抗損が発生しない。しかしながら、抵抗損は低速度域しか発生せず、電源が供給する走行エネルギーは速度の事情に比例するから、全体の走行電力消費に対する抵抗損の割合は意外に小さく、高速度領域での改正制度を追求した方が、 安価でメリットが大きいという判断から、日本の私鉄では、副艦電動機を使って、軌道は抵抗制御、高速度域からの制動で分、巻巻線電流を制御して、改正制度を使い自直パ制御が主流になった。また国鉄においても201系電車の製造においても高価な電気子直パ装置がネックとなり、抵抗制御を駆逐するには至らず、 直巻電動機の高い自電流を逆にして、改正制度を実現できる高い自転カレージ制御にシフトした。唯一、低都高速度交通営団のみは、シールド工法以降の密閉性の高いトンネル内での発熱を抑えることを目的として、立候時にも抵抗器を使用しない、電気市直波制御6000系電車以降全面、採用、0.5系五次車まで、これを貫いた。 最も英断が重視したトンネル内温度上昇の主原因は発電ブレーキによるものだったため、改正ブレーキを持つ乗り入れ他社の境地直波制御車の発熱もあま問題にはならなかった。交流専用車での電動機制御は基本的に電圧制御だが具体的方法としては当初交流電気機関車や新幹線0系電車にトランスのタップ切り替え制御が用いられ、 大電力用半導体の実用化で国鉄711、軽電車に見られるサイリス体操制御が加わって、回路の簡易化と無断加速が実現された。交流から整流する場合は、供給電圧を自由に設定できるため、速度に反比例して、トルクが落ち、軸出力が一定のまま増えず、整流子の整流が悪化する、弱回自制御は行わず、 主電動機への因果電圧を上げている。7 1 1系では直流軽車両で 375V、120kW 出力で使われている MT54 をほぼ、そのまま電圧仕様を 500V に変えて 150kW 出力の MT54A、MT54E としている。この値は最大電流がほぼ同じイコールトルクが同じで、 電圧ピレエの最高出力となっている。なお、MT54E は、高直療養者の国鉄417系電車にも、出力定格 120kW で用いられている。交流専用車である初期の新幹線0系などでも711、系同用弱回自制御は行っていない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。